ラグジー・ボーンスレー2世は、インドのマラーター同盟、ボーンスレー家の当主。時期は不明であるが、父マードジー・ボーンスレーの兄であるボーンスレー家当主、ジャーノー・ジー・ボーンスレーの養子となった。1772年5月21日、当主、ジャーノー・ジーは死亡したが、この時は、ラグジーが幼かったので、マードジー・ボーンスレーが当主を継いだ。そのため、マードジーは、 摂政に過ぎなかったとする場合がある。1788年5月19日、当主マードージー・ボーンスレーは死亡したため、ラグージー・ボーンスレー2世が当主位を継承した。1795年3月、マラーター王国とニザーム王国との間で、カルダーの戦いが行われたが、ラグージーは、ビッタル・バラールを首相とした軍勢を援軍として送っている。ビッタル・バラールは、 戦勝に大きく貢献したため、王国から称賛され、ボーンスレー家に、さらなる領土が舞い込んできた。ニザーム王国からフーシャンガーバードなどの割譲、さらには290万ルピーの高納金を得た。このように、ラグージーの知性は、ボーンスレー家の最盛期でもあった。ボーンスレー家の領土は、他のマラーター諸公は元より、マラーター王国よりも広大な半島を領有していた。また、 その領土からは年間1,110万ルーピーの収入があった。1795年11月、マラウター王国の最小マーダブラーオナーラーヤンが自殺した際には、ラグージーは自身が最小であると宣言したが、1796年12月にバージーラーオ2世が最小となった。1797年9月、ヤシュワントラーオホールカルが、 ホールカル家の内紛によりナーグプル領に逃げ込むと、ラグージーは、シンディア家の要請により、1798年2月20日に彼を捕らえた。とはいえ、同年4月6日に、ヤシワントラーオは脱獄して、ナーグプルを逃げ、本国へと帰還した。1802年10月、ヤシワントラオが、プネーの戦いで、最小バージーラーオ二世を破ると、12月31日に、 臆病な最小は、イギリスと軍事保護条約、バセーン条約を締結し、イギリスの介入を許すこととなった。こうして、1803年に、ヤシュワントラーオは、ボーンスレーケとシンディアケに、イギリスへの戦いのため団結を求めた。ラグジーも、イギリスの介入を脅威と考え、同年6月4日に、これらと同盟を締結した。 8月に第二次マラーター戦争が勃発した後、9月11日にシンディア家は日ごかにあったデリーをイギリスに攻撃され、デリーがイギリスのものとなるとデリーの戦い、ボーンスレイ家とシンディア家は連合して戦うようになった。だが、同月23日にシンディア家とボーンスレイ家の連合軍がアッサイへの戦いで敗れ、11月のラスワリーの戦いとアルガオンの戦いでも、 連合軍は大敗し、12月にガーウィルガルが落とされた時、ここから講和への流れが強まっていった。12月17日、ボーンスレーケはイギリスと講和条約、デオガオン条約を締結し、戦争から真っ先に離脱した。この条約で、オリッサのカタック、南、ベラールなどを、領土の約3分の1を割譲させられた。越兵するラグージーその後、 同月30日にシンディア家も降伏したが、戦闘はホールカル家によって引き継がれ、互角に持ち込んだところで、12月24日にイギリスと講和条約を結んで戦争を終わらせた。第二次マラーター戦争後、ボーンスレー家は領土の3分の1をイギリスに割譲したことで、財政窮防を招いていた。そのため、農民に多くの新しい税を課し、彼らから、 過酷な集奪を行った。また、1807年に、ボーンスレーケは、ボーパールのナワーブの領土を略奪するために軍勢を派遣した。これは戦争中に、ボーパール側が、ボーンスレーケから、フーシャンガーバードとシブニーを奪ったことに対する報復でもあった。この攻撃は、シンディア家と同盟を組んだ上で行われ、1814年に、同盟軍は、ボーパール城を包囲したが、 ボーパール側がイギリスに援助を求めたために撤退を余儀なくされた。1816年3月22日、ラグルジーはナーグプルで死亡した。ありがとうございます。